それは誤解です北条さんの件は現在対応中です見殺しとか放置とかそういうわけではないんですよでも昨日の時点では何もせずに帰られてますよね詳細はプライバシーがあるのでお話できませんが事情は伺ってきました北条さん親子が健全な生活を送れるよう引き続き対応を親子じゃなくておじとメです本当に事態を把握してるんですか シオン失礼しましたその通りですねとにかく親権者と児童が健全な生活を送れるよう指導中ですおじさんはサトコちゃんを1年以上も放置してたんですよそれでも親権者って言えるんですか民法では親権の喪失について定めがありますよね育児放棄をしていた北条哲平はそれに該当しないんですかサトコは 昨日も今日も投稿してきてないんです。佐都子の言葉を鵜呑みにしないでください。皆さんから訴えがあったことは担当の児童福祉士さんに伝えておきます。貴重なお話をありがとうございました。